個人的には 500TX の方がやっぱり好きかな。こんにちは、イヤングです。今日はヘルメットの比較の動画になります。で、今日紹介するのは TT&Company TT&CO って書いて TT&Company の、スーパーマグナムと 500TX の方を紹介させていただきます。でですね、これ2つ買った経緯なんですけど、かっこいいジェッペルが欲しくて、で最初にスーパーマグナム買ったんですけど、なんかちげえなってなって 500TX を買ったんで、せっかくなら2つあるし1回比較してみようかなっていうことで今回の動画を撮っております。でですね、この2つ結構気になってる方いらっしゃるかと思うんですよ。被り心地とか大きさとか、あのここの締まり肩とかこの厚さとか、まあ誰か購入する際の検討材料として見ていただければと思います。じゃあやっていきます。レッツゴー。ではそれぞれ見ていきましょう。スーパーマグナムですね。まずスーパーマグナムはね、ちょっと丸いんだよね、フォルムが。で、肉厚で、かといってボンバーマンになるほどかって言われたらそうじゃない。すごい絶妙なラインの、シルエットをしてます。で、次に 500TX、 こっちはですね、ちょっと重長、縦長なフォルムになってますね。で、結構シュッてしてるので、ヴィンテージハーレーとか乗る人とかすごい似合うのかなと思います。2つ並べてみると結構分かりやすいかな。スーパーマグナムの方はここが結構広め、 500TX の方は頬の横が内側にこうキュッてこうキュッて入ってきてる感じですね。で、これ実際包帯自体は L っていうか、スーパーマグナムはフリーサイズの方で、 500TX の方は2つあって L 包帯と SM サイズのやつがあるんですけども、これは SM サイズの方なので、まあ単純な比較にはならないんですけれども、なんとなくまあ参考程度ですね。ちょっとちっちゃいのにしてみました。で、この 500TX の方はちょっとカスタムされてて、白いベルトでダブルストラップっていうんですかね、になっております。まあ色はこんな感じ、ちょっとホワイトバランスの関係で見にくかったかもしれないんですけど、まあ、純粋な白っぽい感じ。個人的にこのね、青のタグもすごい IKEA みたいでいいなと思います。これ 500TX の方についてます。後ろから見てみると結構わかるよね。このスーパーマグナムの方はここが結構肉厚っていうか、こうズンってなってるのに比べて、この 500TX の方はこの耳の下ら辺が結構こう鋭角にこうキュッてこう絞れてるので、こう後ろから見た時のシルエットが全然違うの分かりますかね。じゃあ実際に着用したのをお見せいたします。あんま着用したくねえ。ちなみにこれ現状、中の、なんていうんですか、発泡スチロールはザグったりしてないです。何も加工してない状態で、こんな感じ。スーパーマグナム。ちょっとなんかボケっとしてる。上に。こんな感じ。はい。じゃあ次。500TX の方、被っていきたいと思います。多分 500TX、これ、ちっちゃいんで、結構きついと思うと、ここがムニってなる。こっちも中は何もいじってないです。いや、すごい、もうすごいことになってるぞ。この辺がムニって、これも中身は何もまだいじってないです。で、あの紐を通して、まだこれの使い方がいまいち分かってなくて、 500TX の SM サイズでこんな感じ。純正のままだと、スーパーマグナムの方が目深にかぶりやすいかな。あとこの辺の圧迫感がやっぱりスーパーマグナムの方がストレスなくかぶれてますね。はい、というわけでいかがでしたか。500TX とスーパーマグナムの比較の動画でした。まあ他の方もね、結構多分これの比較は出してるんですけど、個人的には 500TX の方がやっぱり好きかな。あとはまあ乗るバイクとかにもよると思うんですけど、なんかハーレーとか乗るんだったら 500TX の方が合うかもしれないし、例えば GB3 パンとかだったら、ちょっと現行に近いんだったらこっちの方が合うかもしれないし、
ということで、今回はこの2つのヘルメットの紹介になりました。僕はこいつをもっと組んで、こいつはメルカリに出します。ということで皆さん買ってください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあねー。